こちらは魚津市議会議員の越川隆文で、ございます。今日は1月の29日、もう1月も終盤ということで早いものでございます。場所は新川文化ホール前ということでして、実は今からですね、6時からなんですが、この新川文化ホールにおきまして新しい映画の試写会がございます。牛首村という、なんかちょっとおどろおどろしい名前の、まあ、ホラー映画なんでしょうね、でございますが、上映会がございます。私も魚津市議会の産業建設委員長という、まあ、お役を拝命しておりましてですね、この魚津市のロケ地となった牛首村という映画のお試写会にですね、ご招待をいただいているわけです。で、まあ、この観光、そして、魚津市を発信するという面では非常に、まあ、いい映画だろうと思ってはおるわけです。で、なんかキムタクさんの娘さんが、主演をされているというようなことも伺っております。今から非常に楽しみなんですが、このロケ地となりましたですね、坪野鉱泉。これは私、小さい時、幼い時から、この坪野鉱泉で、実は同級生おりましてですね、同級生の親御さんが、坪野鉱泉のオーナーさんだったわけでございます。小さい時から仲良くさせていただいておりまして、よく坪野鉱泉に行った思い出がございます。彼とは、中学校でもバレー部で一緒でして、県大会でも優勝したというような、まあそういうご縁をいただいているわけでございますが、まあそういう面からするとですね、ちょっとまあ、時間は経っておりますけれども、複雑な思いは未だに持っております。なんとかこの逆にですね、この坪野鉱泉のあの土地がですね、いい風に変化をしていって、この魚津市をですね、全国に広めてもらえるようにという思いを込めて、今日のお試写会に参加をさせていただきたいというふうに思っています。